ショートで撮りに来たことあります。なかなかバズったお家ですよね。生活感を見えなくする工夫とバイクガレージがあるお家です。ガレージって税金かかんの？今年一番夏っぽい格好してるんですけど、寒々しい気持ちになったら申し訳ないです。こんにちは。こんにちは。リバークの松永です、はい、本日は熊本県山鹿市にやってまいりました。はい、今年一番夏っぽい格好してるんですけど、確かに真夏の方がジャケット着たりしてましたよねこれ配信する頃11月なんですよ多分。なんか今見てる人がなんか寒々しい気持ちになったら申し訳ないですすいません。今回は平屋？そうです、平屋のお家になります。はい、しかも見ていただくと分かる通り、うん、バイクガレージ付きです。実はこのお家私ショートで撮りに来たことあります。はい、そうですよね、はい、しかもなかなかバズったお家ですよね。でその時は多分お引き渡し前の状態だったと思うんですよ、うん、で今回はあれから時が経ち、はい、お住まいになって5ヶ月経ってる、うん、状態になりますので、またちょっとねいろんな生活の仕方だったりとか、うん、いろんなものが見えてくると思います。本日のテーマは生活感を見えなくする工夫とバイクガレージがあるお家です。ね、お客さんが来た時も、うん、こう見せたくないものをきれいに見えなくする、そういった収納の作り方とかこう見せ方っていうのを工夫してらっしゃるので、そこぜひ注目してください。はい、では気になる間取りもお伝えします。はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 87.32坪、うん、建物の面積が 23.82坪の平屋のお家になります。ちょいコンパクトめ。そうですね、うん、はい、ただこれガレージは今言った中に入ってないです。あ、つけるとどれぐらいですか？ガレージを入れると 28.26坪、5坪分ぐらい上がりますね。じゃあ早速移動していきます。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで移動してまいりました。はい、ガレージの正面になります。いいよね。はい、で今開けてある状態なんですけど、うん、一応シャッターがついてるので閉じることも可能です。で、まあ、今後こういったね空いた空間にも少しこう棚を作ったりとか、うん、荷物を揃えていきたいなっていうのをおっしゃってました。結構ここで作業をすることもあるそうで、うん、まあ、今ちょっと夏なのでなかなかねここでずっとこもるっていうのはされてないみたいですけど、それでいくと公開ポイントが一つあるっておっしゃってて、はい、換気扇つければよかったなって、つけようっていう選択肢ももちろんあったそうなんですけど、はい、まあ、奥さんともお話をしてつけなくていいんじゃないってその時なったそうなんですよ。でも実際作業をするっていう用途で考えると、うん、やっぱ熱がこもりやすいのでつければよかったなって。もう一つこれコメントでもあったんですけど、ガレージって税金かかんのっていう。ああ、インナーガレージっていう、うん、こういう建物にくっついてるタイプのガレージは固定資産税はもちろんかかります。やっぱかかるんだ。はい、で結構高そうみたいなイメージの方多いんですよ、インナーガレージって。でもそれは高いとも言えるし安いとも言えるんですよ。どういうこと？はい、どういうことかっていうと、うん、2パターン考え方があって、うん、このインナーガレージを作らずに普通に外にカーポートを作る、はい、お庭に車を止めるっていう考えであれば、うん、固定資産税かからないんですよ。カーポートだったら固定資産税かからない。でもあえて建物にくっつけて屋根付きで止めれるようにするしちゃうと固定資産税がかかってきます。なるほど。だからこの2つで比べたらこっちの方が高くなりますよね、うん、でも逆にこのガレージ部分を同じ面積のまま居住空間にした場合でいくと、うん、ガレージの方がちょっと安くなりやすいっていう傾向があります。なんで？固定資産税って結局内装とかも見られるんですよ、うん、どんな床材使ってるかな、どんなものを中に入れてるかなっていうので、タイルをどんなしてるかなみたいな。そうそうそう、でどんどん加算式で上がっていく、うん、使ってないから下がっていくってなるんですよ。それでいくとガレージってあんまり物ないじゃないですか、うん、タイルがあるわけでもないし床も結構打ちっぱなしなことが多い。そうだね。それでいくと居住空間にするよりは安くなるんですよ。
まあ、ただ、まあ、やっぱガレージは田流れじゃかかるよということで間違いないと。はい、税金はかかってきます。はいはいはい。というわけでちょっと長くなりましたが、はい、はい、じゃあ家の中も入っていこうと思います、はい、では、はい、お邪魔します。お邪魔します。おお、入ってすぐ左手側にエコカラットがあります。湿気とか匂いを吸ってくれるもの。そうだね。その右手側です、はい、こっち今ロールカーテンがついてるんですけど、上げるとシューズクロークが出てきます。はいはいはい。これもなんかあの半分のタイプですね、シューズクローク。そうなんですよ、うん、で奥見てもらうと分かるんですけど、がっつり背の高いものも収納されてて、大きいものをたくさん収納したい方はこのスタイルの方がおすすめです。で、はい、廊下挟んでこっちが実は出寝室になってるんですね、うん、はい、はい、でも今日はリビングからご紹介しようと思います。そうですね、はい、はい、こちらですね。はい、はい、失礼します。おお、やっぱそうですよね。この窓がすごかったのめっちゃ覚えてます。広さが 19.66 畳なんですけど、うん、やっぱりこの南面が全部窓になっているので、うん、よりこう開放感を感じられるかなと。ね、いいね、はい、で実はこの窓、うん、あの排サッシ窓じゃなくて、うん、通常サイズの窓なんですね、はい、でもカーテンレールが上につけてあるので、うん、より天井が高く、うん、開放的に見えるようになってます。その奥がなんかすごいペットもいますが、あ、はい、はい、今回はヘビちゃんとトカゲちゃんがいますこういう爬虫類の動物たちってやっぱ寒さに弱いらしくて、うん、どうしてもこういうヒーターなんか暖かくしてあげないといけないそうなんです。なんでコンセントが近くにあるかとか、そういうのはマストになるんです ね、 ね、はいはい、本当なんかいろんな趣味に充実してますね、はい、うん、ですね、はいはい、でここがダイニングスペースです、うん、でここにちゃんとコンセントもあります、ね、お鍋するときも、ね、はい、楽ですよ ね、 いいね、はい、でこっち側がキッチンです、はい、そうだよね、思い出しました。横幅広いよね。そうなんです、ここが通常より広くなってますね。すっごい水があるなっていうのも思いましたしなんかキャンペーンで、うん、ちょっと多めにいただいたそうですねなるほどね。生活感がほらないって確かにあの時も言ったけど、全く半年住んでなんか上に持ってないのにびっくりした。そうなんですよ。でこれあの撮影だから綺麗にしたよとかじゃなくて、うん、普段からこの状態だそうです。だからそこにレンジとか置いてないのね。置いてないです。はい、じゃあ先にこっちからご紹介しましょう、はいはい、キッチンの奥にですねパントリーがありまして、うん、こっちが、はい、なるほど、食品のストックプラス家電関係、あのタックですね、はい、こっちも冷蔵庫きれいに収まってます、はいはい、で今回ここが壁があるタイプなので、うん、よりお客さんとかリビング側から、うん、このキッチンの生活感が全然見えないようになってるんですよ。で生活感を隠したいっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、今回おせさまもう一個要望があって、うん、あのお子さんと将来一緒に料理がしたいな、うん、料理とかお菓子作りとかしたいなっていう思いがあるんです。だからここを開けておいて作業スペースになるように作ってあるそうです、はいはいはい、ありますねそういうのね。家事をするだけじゃなくてコミュニケーションを取る場所として考えてらっしゃるんですよ。だからこれだけ広いのね。そういうことです。要はそこに2人ぐらいこう立っても全然余裕で通れるもんね、うん、余裕ですよね、うん、でキッチンの近い動線からこっちですね、うん、水回りに直接行けるようになってます。はい、おいいですね。はい、うん、ここが脱衣所になります、うん、で結構あのすっきりして見えますよねこの脱衣所も、うん、これも通常通りです。いつも通りお掃除したわけじゃないんですよ。すごいね、はい、でなんでかっていうと、うん、こっちです。はい、こっちこの扉ですね。ここが、はい、あの収納部屋になってるんですね、はい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 、なるほど、はい、でよく使うタオルとか下着とかパジャマとか、うんうん、まあ、それ以外のストック系洗剤とかね、はい、とかは基本ここに収納。あ、だって掃除機もここに置いてるもんね。そうなんです。なので閉めてしまえばさっきみたいに脱衣所に生活感が全然出ないけど、近い距離だから使いにくいことは一切なくスムーズに行き来ができるようになります。で次、はい、この横がお風呂になってます、はいはい、1.25 坪タイプ、洗い場が広いお風呂になってます。
何もこうないというか。あ、そうです ね最近多い鏡なし窓なしのお風呂になってます、そして次、あ、そう、このちょっとくぼんだ部分に、実はお手洗いがあります。結構奥行きあるタイプですね。そうですね、トイレの奥行き自体は通常通り、多分ここにワンクッション廊下があるから広く見えるんじゃないかと思いますね。はい、次です、はい、こっちの2部屋、こちらですね、はい、実は子供部屋になっています。はい、はい、はいはい、あ、なるほど、あ、将来間仕切りだ。そうなんです、将来間仕切りの子供部屋になります。広さが、8畳ぐらいですね。半分に分けると4畳ずつぐらいの空間です。お子さんがまだお一人で小さいので、今はあの扉どっちとも開けておくと、リビングと結構大きくつながるんですよ。そうね、ぐるぐる回れるよね。そう、だから近所のお子さんとかと、本当毎日運動会って言ってました大変だそれ。はい、でもこれだけね、やっぱ走り回れる広さなので、あの将来間仕切りのいいところですよね、それが。そうだね。ということで、あと残り主寝室、あ、そういえば主寝室、玄関すぐのところありましたね。そうなんです。で、結構子供部屋と主寝室が離れた作りになってるんですよね。そうだね。はい、じゃ最後主寝室を見ていきたいと思います、はい、あ、そういえばここ、あのガレージとつながってます、勝手口。そうだね、説明してなかったね。出入りできますし、ガラスになってるのでちょっとバイクを、ね、眺めるみたいなのもできるようになってます、と、はい、また廊下にちょっと戻ってきますね。はいはいはい、はい、で、こちらが主寝室、こっちになります、はい、お、カーペットだ。そうなんですよ。しかもベッドもない。はい、そうです。ここが主寝室、広さは 5.4 畳になります、はい。今ベッドがないってお話あったんですけど、普段お布団を敷いて寝てらっしゃるそうですね、でお子さんが結構あの寝相がやんちゃだそうで、やんちゃ結構なんかあのどこそこ転がっちゃうみたいなので、はいはいはい、あのベッドじゃなくてこっちにして、あのお布団が今はもうマストですっていうお話されてましたね。でここが一応収納にはなってるんですけど、今日はちょっと割愛、ここにあのお洋服関係がたっぷり収納できるようになってます。でもう一つお伝えしたいのが、このダウンライト、はい、これ、はい、これ実はお住まいになってから、あの調光できるものに変更されたそうなんですよ。もともと暗闇の中でも寝れるでしょうっていう考えで、オンオフしかできないのを選んでたそうなんですけど、まあ、住んでみたらやっぱり真っ暗じゃ寝れないと、ちょっと調光できるものにしたいなって思いが出てきたそうで、後から変更したとおっしゃってましたね。これですね、それが。はい、なんかリモコンで結構何段階もですね、色分けできるようになってます。例えばまず色が変えれる、はいはいはい、オレンジ系からナチュラル系、ちょっと青系できます、と、光の強弱も変わったこんな風にちょっとずつ何段階も調整できるようになってます。ダウンライトをお家つけた方もう後で調整は効くってことだよね。うんですね、はい、なのでできないかもって思ってる方はちょっと探してみるとできると思いますので、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、じゃあまたリビングに戻りたいと思います、はい、私たちですね、現在住宅モニターになってくださる方を大募集しております。モニターになってくださった方には、建物代から200万円のお値引き、もしくはキャッシュバックのどちらかを選んでいただけるような特典をつけたいと思います。詳細は本文の方に載せておきましたので、はい、ぜひご確認よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで本日は 23.82 坪の平屋のお家をご紹介してまいりました、お家の中は本当今見てもらうとより伝わると思いますが、かなり生活感ないですよね。すっきりしてるね、なんかもともとお施主様自体も物をたくさん持つタイプではないそうですね、でそんな中でもよりすっきり見せるために今回収納の場所の工夫だったりとか作り方をいろいろ工夫してこのお家を作ってらっしゃいましたね。
生活感を隠すって言っても私は結構物が多いタイプの人間なので、うん、まあそこはもう本当今までの生活のスタイルによってどこができるかなって違いが出てくるかなと思いますね。そうですね、うん、だからもう自己分析、うんうん、私採用担当してるんで、うん、学生には言うんですけど、うん、やっぱ自己分析が一番大事。うんうん、己を知らないと自分に合った会社選べないし、うん、自分に合った家もやっぱね作れないと思うので、うん、まあそこを改めてちょっと考え直してみるのもいいかもですね。じゃあまた次回の動画も楽しみにしててください、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。